頭がズキズキする。ん？なんだこれは。この変態！ちょいと待った。ん？どっかな。あ、どう？何がやりたいの？あなたは。手錠とロープ借りようと思っただけなのに。誰がスカートの下にそんなもん入れときますか。ねえ、誰かホックを止めてくれる？はい。ありがとう。どういたしまして。君の美しい肌に魅せられてこんなところまで来てしまった。よくご存知で。雑誌に載ってましたわ。日本一の偏屈爺さんで有名だからね。帰るぞ。俺は爺さんの依頼なんて冗談じゃ。じゃあご用件の方伺いましょうか。退院するまで私精一杯看護します。誰にも手出しはさせないわ。ここにいる限り私が守ります。え、あちゃー、なんか話が逆さじゃないかい。でも幸せ。ああ、へえ、もう現れたの殺し屋さん。ついさっきな、丁重にお帰りいただいた。夜はどうすんの？ん、結構いけるじゃん。あ、彼女が自分の部屋で襲われたらどうすんの？この足じゃ自由に動けないじゃん。彼女のためなら入ってでも行くよ。憧れの看護不良。看護。あ、なんですって？あ、お宅はあちらのスイーパー、俺は日本のスイーパー。お互いスイーパー同士、今夜はもっこり国際親善と行きましょうね。ここに来たのは君の計算通りなんでしょ？だからこんなことも計算通りなんだよね。まあ、あ、じゃあ、あ、きっとこれも計算通りだよね。それはちょっと計算が合わないみたい。しびばせ。りょう、お客さん。危ない。そこ動くな。絶対に動くんじゃないぞ。いいな。ちょっと、あ、お客さん。え、どこどこどこ、美人のお客様どこどこかな。こっちよこっち。ガビマルシンジです、よろしく。あ、どうも。でも確かにそうよね、よくリョウみたいな危険人物と一緒に暮らしてくれたもんね。不思議だわ。もしもし、誰が危険人物だって。じゃあ本当にお二人は仕事上だけの付き合いなんですか？説明しよう。僕は言ってみれば香りの親代わりなんだな。親代わり？そう、ある時は香りの父親として、またある時は優しい母親として、そして時には弟にもなったりして。姉ちゃん、俺やられちゃうかもしれない。だから今までの貸しまとめて返して。ワンパターン、はぁ、覚悟。やだ、どさくさに紛れるなっちゅうの。子供が狙われています。しばらくの間ナナを預かってください。ちょっと強引すぎる依頼ね。よほどの理由があるんだろう。匂う。なんかわかるの？手紙の匂いで。
この甘い匂い、これはまさしく人妻の匂いだ。子供の前で変態もっこりはしまっときなさいと、ママに叱られたもっこりパパでした。そうです。申し訳ございません。見るに見かねてつい出過ぎた真似を。いやいや、大したもんだ。だが一つだけ忠告しておこう。はい、何なりと。着物の時パンティはつけない方がいい。体の線が崩れる。はい。やめんか、恥ずかしい。もっこりド変態だって。若い子に日本の文化の正しい知識をね。ドゥル、まだ入ってるよ。失礼いたします。涼先生、お背中流させていただきます。頼む。何が、頼むだ。キクノスケちゃん助けて。クレオパトラの微笑みって言ったら確か15億円って代物。泥棒さんが羨ましい。興味ないね。んなもんより生きた美女の微笑みの方がどんなにかいいぜ。私の頭脳とサイバさんのパワーが組めば怖いものなしよ。そういうこと。仕事はもう成功したも同じこと。だから報酬前払いでおくれ。ほらよ、もっこりハンマー前払い。嬉しい。 RN 探偵社にようこそ。私が責任者のレイカです。わあ、美味しそうなおみやしちゃん。どうぞおかけください。はい。それでどのようなご用件ですの？はい、僕には好きな女性がいるのですが、この通り小心者でして打ち明ける勇気がないのです。ぜひあなたの協力を。残念ですが、そういうことは私の領分では。いえ、あなたの領分です。あなたにしかできない。なぜなら私の好きな女性、それはあなたなのです。あら、消えてくれる？私あなたみたいな男一番嫌いなの。僕は好きなんだけど、この88の C ぐらいのバストって、うん、まだぬくもりが。うわ、なるほど、このくらいの強烈なビンタを食らったわけ。もうちょっと軽かったような。じゃあ小遣い 50% 軽くしてあげる。そんな。この子確かどっかで見たことあるんだけどな。で、チカンさんはどんな風に触ったのかな。こんな風かな、それともこんな風だったかな。あの、おっと、動いちゃいかんな。チカンの手口を確認するのも大切な仕事だ。はあ、何が仕事じゃ。そう、ですからガードマンなど無用です。いや、まだまだガードが甘い。うん、大人の女性の香り。香水はやはりシャネルの？ん？あ！私たち帰りますわね。どうもお騒がせしました。どうも。まだ眠れないのかい？サイバさん。睡眠不足はゲームに差し障りが出る。早く眠った方がいいな。君はお父さんや店のことを必要以上に考えすぎてるんだ。いえ、そんな。ゆりさん。あ、はい。それよりも好きな男のことでも考えなさい。睡眠薬代わりに僕が添い寝をしてあげよう。にゃーん。あ、眠りを妨げとんのはお前だろが。あの、サイバさん大丈夫なんですか？平気平気。このことに関しては寮は不死身なの。